隊万歳中隊の皆さんによる演奏でした。ではもう一曲演奏いたします。真田十万石行列出陣式を開会をさせていただきたいと思います。本日の出陣式の司会進行を務めます、真代観光推進機構副理事長の中島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日たくさんのご来賓の皆さんの方がお越しをいただいておりますが、舞台の横に、掲示させていただいておりますので、ご紹介に変えさせていただきたいと思います。お許しをいただきたいと思います。それでは主催者を代表いたしまして、真代藩真田十万石祭り実行本部長市川光一郎より、ご挨拶を申し上げます。本日はこのように大勢の皆様方にご参加いただいてありがとうございました。心配しておりました台風9号も今日のためにちょっと南の方で一休みしていただいたということで、こんなに素晴らしい方向に恵まれて行列ができましたので、本当に皆様方に感謝を申し上げたいと思います。例年いろいろなテーマでなっておりますけど、私はご案内のように松代藩と善光寺と題して行列を整えさせていただきます。来年の4月から7年に一度開催されます善光寺御開帳に向けて、これはですね、皆さんご存知かもしれませんけど、1707年、今から300ちょうど7年前、善光寺が火災にあって再建したのがこの松代藩の手で今の善光寺を作ったということで、善光寺さんから松代に対してですね、御開帳の旅にはぜひ御光柱を寄進してほしいというふうにご依頼を受けて、それ以来松代から御光柱を奉納させていただいているという歴史があります。ちょうど今日のこの行列の中には御光柱を参加させていただいて行列を整えたわけです。多分この御光柱に触るともしかしたら皆様とのご利益があるのではないかなというふうに期待をしておりますけど、今日一日ですね、いい天候の中で、ぜひ楽しんでいただければありがたいというふうにお伝えでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。それでは本日序盤もされます。大変お忙しい中 ご参加いただきました長野市長であります加藤久夫様よりご挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。長野市長の加藤でございます。今日は天下の晴れ男、先ほどお話しいただきました市川光一郎さんのもとに、真代藩真田十万石行列がこのように盛大に開催されましたこと、誠におめでとうございます。私も昨年は個人的な事情でちょっとお休みをしたわけでございますが、また戻ってまいりました。本当に懐かしく思っているわけでございます。来年はいよいよ新幹線が金沢まで延伸、そして善光寺さんの御開帳、
また回向柱の炎、まさに来年は真っ白イヤーでございます。誠におめでとうございます。いなる者大義である。我こそは真っ白藩真田信政なると二代藩主、苦しゅうない、もうちょっと聞こうよれ。ありがとうございました。ペペン、いや本当に、この十万祭りの大成功をお祈り申し上げます。本日はおめでとうございました。ありがとうございました。それでは引き続きまして、私どもこの松代の心の拠り所であります真田藩、この お家をずっとお守りいただいております、第14代当主の真田幸利様より頂戴したいと思います。よろしくお願いします。本日ここに、松代藩真田十万石祭りが盛大に挙行されますことを心からお喜び申し上げます。ご存知のようにですね、春先に、大変嬉しい知らせがございまして、真田丸、これはまた上田松代の観光関係の方々、大変ご尽力されて、また自治会の方々、自治協会の方々、商工会議所、大変ご尽力された結果かと思います。それだけではなくて、先ほどからお話ありますように、来年の御開帳、また移行柱の奉納、松代は大変、注目を浴びる時期になっております。このような中でですね、本日行われますお祭り、ぜひ景気づけにですね、張り切ってご参加の皆様も、盛大に盛り上げていきたいと思います。またですね、お祭りは地元だけではなくて、毎年ご参加の関連県内外の皆様、特に、毎年ご参加いただいている知事都市交流、浜田市、豊川市、中野市の皆様のご参加によって成り立っているものでございます。地元を代表して、ここで御礼申し上げたいと思います。最後にですね、お祭りはですね、参加される表に立つものだけではなくて、これを支える実行委員会の皆様、また、ご来賓の皆様、また日頃ご指導いただいている長野市の皆様のもとに、成り立っております。この場を借りましてですね、敬意と感謝を申し上げたいと思います。本日はぜひ盛大に盛り上げていきましょう。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、続きまして、大変多くのご来賓の方々においでいただいておりますが、その からお代表で、頂戴したいというふうに思います。まず最初に、衆議院議員の篠原崇先生、お願いいたしたいと思います。その後やる、どうも皆さん、今年もお天気になりまして本当におめでとうございます。今14代目のその日のご当主から話がありました、 NHK の大河ドラマの取り上げてくれるようでございます。我々真と佐と書いて真田というのは当たり前で、そんなことを読み間違える人いないと思っておりました。真田広之はもっと分かってバリバリしたとは思えたんですが、最近の若い人は真田と読めません。ですからこんなことを私らのために我々頑張って私の真田家を有名にしていきたい、たらいいんだな、いいんだなと思っております。それには絶好の機会ですので、一緒にこの祭りを盛り上げて頑張りました。今日はどうもおめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、参議院議員小坂健先生、
ご紹介を賜りました保坂健二でございます。今日は第59回の真田祭、誠におめでとうございます。台風足踏みをしているおかげで、このような改正の下で盛大に開催されます。誠に嬉しい限りでございますが、一方足踏みされた方は大きな被害が出るのではないかと心配もいたしているところでございます。しかし今お話がございましたように、2016年堺正行の主演によりますサラダ丸が放映をされるということでございますが、この NHK サラダ丸大河ドラマに採用されるにあたっては、地元松代の皆さんの大変なご養成活動、そのご苦労のもとに採用され、そして実現することは誠に嬉しいことでございます。これから敬意を表したいと思います。そしてまた私はできれば、昨年申し上げたんですが、60回の時にはご当主第14代にはですね、伝来の本物の甲冑をつけていただいてご参加をいただき、またそのシーンをこの大河ドラマの中で現在でも地元松代ではというような形でご紹介をいただいて、ここにおいでの皆さんの顔がテレビに出てくればいいなと、このようにも思うところでございます。どうぞそれに向かって本年もどうぞ皆さんのお力をいただきまして、エコー柱を一緒になって皆さんで盛り上げていただきますように、そして来年のご会長をはじめ松代が大きく盛り上がりますことを記念をいたしまして、お祝いのご挨拶にさせていただきます。本日はご苦労様です。頑張りましょう。どうもありがとうございました。引き続きまして、参議院議員若林健太先生お願いしたいと思います。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました、長野県選出の参議院議員の若林健太と申します。今日は素晴らしい秋晴れのもと、この出陣式が開催されることを、という心からお喜びを申し上げたいというふうに思います。今日こうして出陣式迎えられるのも、商工会議所はじめ、それぞれの町のお役員の皆さん方、そして町中の皆さんのご協力があって、こうして開催できるんだというふうに思います。その皆様方に心から感謝を申し上げるところでございます。ご会長があります、移行場所の奉納があります、そして、大河ドラマにも採用されることとなりました。この松代は、また真田家十万石は、私ども地域の者にとって誇り、まさに我々の原点であります。この私たちの誇りを全国へ発信をして、そしてこの松代の魅力をどんどんと発信してまいりたい、そのため皆さんと一緒に頑張ってまいりたいと、このように思っております。今日は県内外から来ていただいております。ぜひ松代ファンの皆様方、より多くの皆さんに発信をいただけるようにとお願い申し上げて、お祝いのご挨拶にしたいと思います。頑張ってください。どうもありがとうございました。引き続きまして、衆議院議員小松豊先生お願いします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました衆議院議員の小松豊でございます。本日はこの松代藩真田十万石祭り、そしてこれから、行列、これから始まるということで、心よりお喜び申し上げます。またこのために準備された、さまざまな立場で準備された方々に感謝の気持ちでございます。今までいろいろお話がございました。先々週から国会が始まりましたが、一番大きなテーマは地方創生、地方をどうやって元気にするかということであります。皆様方の姿、そしてたくさんのお集まり のお客さんの皆様方の姿を見ていると、やはり地域を元気にして、それを日本の力にしなければいけない、改めて感じるところでございます。この松代のますますの発展、そしてそれに力を尽くすことをお誓い申し上げ、私のお祝いのご挨拶をさせていただきます。本日はおめでとうございます。どうもありがとうございました。多くのご来賓おいでをいただいております。
ますけれども、時間の都合で、割愛をさせていただきたいと思います。お許しいただきたいと思います。それでは今日、大変失礼しました、衆議院議員の宮沢隆仁先生が駆けつけていただいたご挨拶をお願いしたいと思います。こんにちは、宮沢です。次世代の党宮沢隆仁です。実はこの夏頃から私松代に頻回に入っておりまして、町の方々といろいろお話しして、やっぱりこの立派な城下町と門前町を備えた中核都市っていうのは多分日本にはほとんどないんじゃないかと思います。したがって私は町の方のお話聞いても、次世代型の交通網で善光寺と松代を結ぶものはぜひ必要だと思いますので、加藤市長さんと一緒に国土交通省にハッパをかけたいと思っております。よろしくお願いします。どうも。どうもありがとうございました。大変お忙しい中駆けつけていただきまして御礼を申し上げたいと思います。それでは今日あいにく雇用で、お越しいただきません北沢先生からメッセージいただいておりますので、読み上げさせていただきたいと思います。エコー&松代2014秋祭り、松代藩サラダ10万石祭り行列出陣式が盛大に起行されますことを心よりお喜び申し上げます。秋晴れの城下町で繰り広げられる華やかな時代絵巻、京都の歴史を今に伝える意味ある松代藩真田十万石祭りの開催にご尽力いただくご関係の皆様方に新人なる敬意と感謝の意を表したいと思います。行事のご成功をお祈り申し上げます。参議院議員北沢と、以上でございます。それではこれにて、今年度の松代藩真田十万石行列出陣式を閉式したいと思います。今日はこの後行列が出陣してまいりますし、多くの観客の方おいでをいただいておりますが、このお城と同時に真田公園あるいは町の中、数多くの催しをいたしておりますので、ぜひ広くゆっくりとご覧をいただいて、この真っ白の町を楽しんでいっていただきたいと、よろしくお願いいたします。それでは以上で式を閉式いたします。ありがとうございました。